ブラッドリー・ジョセフ・トンプソンは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の元プロ野球選手、ウトウ右ギセントルイスで ESPN のラジオパーソナリティを務めている。2002年の MLB ドラフトで、セントルイス・カージナルスから16巡目指名され、入団。2003年は、参加の A 級ピオリアチーフスと A 級パームビーチ・カージナルスで、稽古試合に登板した。 2004年は AQ テネシースモーキーズとトリプル AQ メンフィス、レッドバーズで計15試合に登板した。2005年は開幕をトリプル AQ メンフィスで迎え、ここでは9試合に登板する。5月8日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューを果たした。2006年はワールドシリーズのメンバーに名を連ねた。2007年はカージナルスの先発ローテーションとして1年を過ごした。 2008年4月23日にトリプル A 級メンフィスへ降格した。また、この年に結婚している。2009年11月4日に自由契約となった。2010年はカンザスシティロイヤルズと契約を結んだ。6月3日に自由契約となった。その後、ヒューストンアストロズとマイナー契約を結ぶ。参加のトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスで15試合に、 登板するも、成績不振で8月に自由契約となった。2011年は、負傷し1年間プレーできなかった。当期に2012年を見通して、ドミニカ共和国のウィンターリーグのリリーガでベースボール、プロフェッショナルデラレプブリカドミニカアナに参加した。2012年1月19日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。参加の AA 級ニューブリテンロックキャッツで4試合に、 登板するも、成績不振で自由契約となった。ツインズ対談後、アトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュで11試合に登板した。2013年は、同じアトランティックリーグのサマセットペトリオッツで19試合に登板した。2014年からは、ランディ・カレーカー、ダマーコファーと共に、セントルイスで ESPN のラジオパーソナリティを務めている。ありがとうございます。